これさ、ショールームなんかさ、貼れる？ URL You know URL これさ、どうやってさ No, 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 no どこだ？コピーないな。載せられんばい、これじゃあ。あ、いや、ストーリーに載せたってことで。こんばんは。まあいいでしょう。さあ皆様こんばんは。あ、なんかこれ見えるな。さあみんなこんばんは。さよならモーリーさん見逃し配信を今日はしていきたいと思います。ちょっと時間遅れてしまったんですが、皆さん TVer で見る準備はできていますか？ありがとうございます。みんな準備万端だよということで、じゃあ早速進めていきますねちょっとさ、時間変更とかさ、もろもろあってさ、本当に申し訳ないんですが、こんばんは。マジ、ちょっとここにニキビができたから食生活を改めようと思います。あ、でも綺麗だな肌。はい、ということで皆様準備できましたか？ありがとうございます。なんかここ最近私めちゃくちゃなんか見逃し配信やってる気がするんだが大丈夫そう？毎回ね台本が来るんだが、これ、みんな見てるんかな。あ、Hulu でも大丈夫だって。ということで、まあ、今回も前回と同様、見終わった最後まで、ここの団地はあるんですけれども3位に入った方はサイン付きの全員の集合の写真と私の大シードサインがもらえるよっていうビッグビッグビッグプレゼントサプライズがありますので、皆さん飽きずにご覧くださいませ。
なんか毎回ちょっとやりすぎてさ、ちょっと違う感じにしようかなと思ってます。最初はなんかサインだけみたいな感じだったと思うんだけど、ちょっと次はなんか絵入れたりとか、ちょっとずつ変化をさすがに起こしていけないと、なんか2枚もらってもなんかうんうんってなっちゃうかなと思ったので、ちょっとそこら辺からやっていきたいと思います。一応ちょっと違うようにはしたいなと思っているので、よろしくお願いします。今日暑いね。なんかジメジメしてたね。なんか基本的にさ全然涼しい方なんだけど、なんかジメっちゃった。アレンジできるんだ。多分できると思います。ちょっと書きます。勝手に。だからほんと些細な足しぐらいだと思うんで、前回持ってる人はこう見比べてみて、何が違うんだって思ってみてください。ということで、そろそろじゃあ見逃し配信を見ながら皆さんと裏話だったりちょこちょこ会話していくと思うんだけど、よろしくね。じゃあ見といてください。それでは TVer の準備。私テレビがないんでまだ見てないんですよ。今 TVer の準備をしております。インスタのストーリーから飛んできました。やっぱりストーリーってちゃんと意味があるんだね。いらっしゃいませ。じゃあ私 TVer とか Hulu で見逃し配信が見れるみたいなので、ぜひ準備して私と同じタイミングで見ましょうね。じゃあさよならモーリーさん、私この回は私的にすごくお気に入り、なんか収録しててすっごい楽しいなって思った記憶があるやつなので、ちょっとどんな感じになってるのか楽しみですね。ちなみにチャリ飯旅も見れます。ミーオンと私のやつもなんか見れるみたい。なんか下遡ってたらなんか出てきた。まあまあまあ日テレさんなので、じゃあさよならモーリーさんを見ていきたいと思います。卒業後のヤバい男に気をつけろっていう企画でございます。3人いるんだけど1人だけ IT の社長さんで、残りの2人はまあ俳優さんだったり他のまあ一般人の方だったり、なんかいろんな人がいるので、それを見破れるかどうかっていう。まあ、AKB のみんないつかは多分ね結婚したいとかする時もあると思うので、その時に変な男に捕まらないようにっていう、まあ、予習というか見極められるのかっていうところから来てる企画でございます。まあもう見たよっていう人もいると思うんだけど、ぜひここでもう一回私と一緒に見てくれたら嬉しいです。それでは見ていきます。いきますよ。これ CM 入ってきたですね。確かこんにちは。動かそう、生き生きとした毎日のために。すごい CM。
10秒。ちょっとシュール。これ終わったら多分始まります。始まったよ。毛利さんめっちゃ多いな。篠原さん、はい、里見奈がねやってますね、ナレーション。てかアムチムなんかさ、誰かの YouTube に出てたんだけど、アムチムじゃんと。あれだけやめてくださいね。お金持ってますとかの時に連絡先教えてください。かわいいお顔。金がね落ちてしまうのね。すみません。AKB の伝統守ってください。でもね、メンバー一番このね企画盛り上がってたよ。お医者さんと、まあ、IT 前の時はねお医者さんやってたんだけど、そう前回は参加しなくて今回私は参加型ですね。ガチで見抜いてやろうと思って目ギラギラさせてた。みんな目キラキラしてははっ、ええの。私は将来もう社長と結婚するって決めてるんです。何大丈夫これ。応援したないな。やっぱ自分しっかり持ってるから、そういうおもろすぎない。その確かにこれ言っていいの。私とかだったらまだ許されるけどさ、ナーミーが言うとちょっとね大丈夫って思うよね。そう、生々しすぎるよね。私ならまだネタだからいいのに。ねえ、もう見て、おもろくない？もうおもろい？もう一人もうおもろいんだって。クロさんに一人おかしいんだよ、マジで。いや、でもマジでこれ頑張ろうと思って。はい、D-Rock Genesis 社長、秋山雄二さん、3歳です。はい、D-Rock Genesis。てかさ、下振りさんもアバポートしてるところがマジでおもろいんだよね。アッキーと呼んでいただければ。Always 覚えやすい。みんな分かった？これ見抜けた？せいちゃんと覚えてください。楽しそう。そして、僕と私と株式会社代表の今滝健人と申します。よろしくお願いします。なんて呼んだらいいですか？健人でお願いします。あ、普通に、はい、うん、レギさん、うん、第一印象なんですけど、はい、どなたが本物の社長やと思います？なんかこれから勢いに乗ろうとしてる社長の空気が。いい目をしますね。会社名が一人だけすごい独特なんですよね。これがもう下見なら結構大胆やなという。確かにね。もうさ、せいやさんも当てに行ってるやん。なんでしたっけ？デイロックジェネシス。デイロックジェネシス。これはどうですか？なんか左の方は一番臭くさい。そうなんないよ。おもろ。いや、見抜けるっていうさ、その企画が面白いよね。いいですか？ちょっと最初から思い切ったことを聞くかもしれないんですけど、今までお付き合いされた方、どういった職業の方が。あ、いいね。うん、見抜こうとしてるね。たくさんいるんですけど。20人。ねえ、20人やばいよ。ちゃん、なんなん？いいの悪いの？どの夜？確かに、どういうあれですか？ね、おもろい。お仕事はもう飲み屋のお姉さん。ねえ、ハマちゃん。芸人。せいちゃん。ドキッとすねんな、せいちゃん。ちょっと。いやいや、もうごめんなさい。せいちゃん、なんかドキッとすねん。ずっと仕事ばっかしてきて、最後に付き合ったのが学生の頃なんで。あら、ほほポリポリして、かわいいね。お前らもないやろ。
もろい。恋愛しまくってんのか。やめなさい、そういうこと聞くの。ケントさん、僕今24歳なんですけど。若いね。大体学生が多いです。学生さん、はい。さあ、レミ。はい。普段どういうところで女性と会われるっていうか、出会いの場ってどこ。なるほど、いいね。出会いの場。いい質問や。もうさっき言いましたけども、バーですね。いやらしい。どこのバーですか。たまにその知り合いの社長に六本木とか連れて行ってもらって。社長仲間の。はい。なるほど。そこで綺麗な女性。やだ。ハナちゃんさ、何やねん。何なの？アッキーさん言われてますけど、まあ嘘だと思ってればいいんじゃないですかね。ふう。男見る目ないぞ。全然リアルなことも言ってるから。カナちゃんは顔見えないよ。俺らがおもろがってるだけ。そう。さあ、セイちゃんはどこで出会うんですか？あの知り合いの社長とかにやっぱり誘ってもらったお酒の席とかで女性の方と知り合うことは、うん、まあ多々ありますね。まあ、飲み会がやっぱり。さあ、ケントさん。飲み会でさ、出会うさ、女性、男性さ、付き合うと思う？なるほど、紹介か。ユキリンは社長さんとかある？社長はあんまり…ない。うん。ギャラ飲みしてるのはしてんねん。ねえ。何の質問なの？リアルな反応や。あははは、やめてもらっていい？知らないのよ、そういうの。笑わって言うともう笑えないのよ。反応わかんなくて。まあギャラ飲みは多分知らないんだろうね、メンバーね。女性の好きな仕草。これもう豪華やん。髪をこう書き上げるところが好きですね。なるほどね。みんなやってる。ランちゃんとかね、やって差し上げて。終了。音楽フェスをやりたいなって思ってます。おそうなんですね。有名ですね。おもろいよな。せいちゃん野望はシングルマザーとかシングルファザーのための、まあ、あの職業紹介所みたいのを経営してるんですけど、はい、なんで、まあ、いろんなのがあるよね。なんかリアルなんだよな全部。苦労することなく生活できるようなありそうなんだもん。社会になればいいかな。なんかそこに目をつけるっていうところが、ああすごいなって思っちゃうんだよね。会社の子たちみんなが自分の会社持ってなんかみんなで社長になるみたいなのがやりたいなと。それが野望なんですね。はい。みんなそれぞれ違うんだよね。ちょっとわからんよ。さあ、みよ。じゃあ、ズバリいいですか？いいですよ。年収はいくらですか？ズバリいったね。ズバリいった。年収じゃなくて年収でいいですね。年収の方がいいんじゃない？じゃあ年収にしてみます。うちは8000万円です。年収てかさ、これがさ、どんくらいがあれなのかわかんないんだよね。ケントさん、僕 1.5 億ぐらい、上がってきてる、どんどん。年収も聞きます？年収もじゃあ秋、年収ですと1300万。せいちゃん、わかんないよ。200万から300万くらい。ああ、一緒ぐらいですかね。ケントさん、1500万ぐらい。あ、一緒ぐらいや、みんな。すごくない？でもここには本当がいるからね。じゃなかったんですね、せいちゃん。いや、僕じゃないですか。あ、そうか。それも、せいちゃん？俺やないかいじゃないんすか。いや、やるか。せいちゃんね、せいちゃん違う。それぞれ、なんか目指したきっかけとかあるのかなって。だって元バンドをずっとやってたんで、でバンドが、バンドマンっぽいよね、顔が。なんかこう、救えることがないのかなと思って、みんな夢を追っかけて。夢の手助けをするために起業しました。あ、そうか、あやっぱ。うん。せいちゃん、自分も母
親がシングルマザーでっていうのが嘘ってなった時のもうね、就職したんです。人を信じられないこの感じね。すごい元気に笑ってるなと思って、おいおい、他のやっぱシングルマザーのお母さんとかにやっぱ同じ笑顔をしてほしいなと思って、いい話なのに起業しようと。嘘であるなこれ。会ってほしいね、本当に会ってほしいよ、この内容はね。これ見せたら怖いって。小学校で働いた後に、就職をして、その後に誕生日プレゼント何か欲しいかなと思って会社だと思って今の会社を作ったので。若いのにさ、自分のプレゼント会社だって思う。会社が僕3つやっていて、はい、リアルこの言い方。僕1個だけ、1個だけ。おい、星があるな、お前。いじろうとしてんのね。アッキーもなんかあーみたいな顔せんでいいのよ。マジでわからない。最初疑ってたケントさんは持ってた社長ではないなっていうので、ちょっとまた怪しくなってきました。なるほどね。せいやさんどうですか。まあなんかこの二択なんでね、この一つもう一つもう死んでる。みんなわかるよね。みんなわかったよね、これ。どこが怪しいね、アッキーさん。最初にまずこの出てき方。ああ、これマジで。だからせいちゃんが正解であってほしいよね。そうなんですよ。願望はね。せいちゃんの願い。さあ、それでは続きまして、男の本性はデートの時に出るということで、3人の男性と。ここです、ここです。私の見どころ、皆さん。まだね、千代喋ってないんですよ。はい、スピネスすいませんね。ここです。いや、私がおもろいっていうよりかは、社長のご自宅、あのね、やってて楽しかった、おもろかったんですよ。だから私がおもろいわけではないんだけど、でもあと半分やな。コントコント、そもう寸劇寸劇、何も決めてない。これミオもギリギリまで、え、私みたいな感じだったから。いくらぐらいだったそれは言わない方が言えよ、暴きたいんだからよ。じゃあ次は割り勘でいい。せいちゃんっぽい、なんかお酒とかって飲まれます。打ち合わせなしなしなし、何も考えてない。レモンサワーてか自分が行くことも知らなかったから。せいちゃんは休みの日は何をしてるの。あ、休みの日は車で実家に帰って。意外とここは尺取ってくれてるんだね。一緒に行く、実家行っちゃう、車行っちゃう、積極的に練習してくれるの。せいちゃん、じゃあ練習してみる。じゃあ俺ママやるから。練習してみるって何。ちょっと私反省なんだよね、この寸劇。せいやさんが来る役をもっとうまくやれてたらよかったな。ちょっと後悔。もっとうまくできたはずなんだけど、マジ寸劇すぎてさ。社長さん器用ですからね。ね、一人目なんでまだ。わかりました。じゃあ次ケントさんと、まあひーちゃん行こうか。私。私。ひーちゃんちょっとデートやってみましょう。ひーちゃんこれやるのもまたレアでおもろいよ。では、ケンタ、本田ひとみか、ケント社長とおうちデート。デートスタート。いや、もっとねできるね。なんか楽しかったな。やつがあったんだよな、私も。終わった後にちょっと思ったんだよね。おうちこんな感じなんだね。家は初めて。でもこの演技中にもなんかこうヒントを。好きやね。でも結構ニトリとか
あぶり出さなきゃいけないっていうのがあったから。どうやったらって2回目だったけど、なんかもう今が一番落ち始めてきてドキドキしてる。あら、ふぅ、いやーレアよ、みーちゃん。ほら見て、ケンさん、あのゴミここ出されたらカラスクロですわ。カラスクロさ、出たほら、セイチャートラップ。そう、やっぱこれにやっぱそうね、社長として対応できるかというスマート、ちょっと反省が出てきちゃうな。コミハルどうでした、見てて。いや、なんかこのなんかおどおどした感じがすごいリアルなのかなっていう。確かにそうかも。だから反省し落としてたよな、一回知らない人。うん、これマジで本当に知らないよこれ。なんなのこの顔、このやつさ、マジでやめてよ。何なの？でも部屋もね、私今日初めて来たけど、こんなにすごいところと思わなかったんだけどさ、家を選ぶポイントとかある？僕の仕事はライブハウスを見に行く仕事が多いんだけど、演じてるやん。行きやすい場所に住むのが好きかな。あ、じゃあ彼女の私がそういうライブスタジオとかに行ってもいい？もうもっとできたって、押されすぎって。いや、もうこれは分かりました。分かった、なんでもう全部演技。笑ってくれてる。絶対もっとできたな。最終ジャッジに参ります。皆様も決まってますね。はい、はい、それでは本物のベンチャー社長だと思う方の後ろに移動してください。お願いします。どうぞ当ててよ。あ、 CM や。悔しいよ。絶対アッキーに負けたくなかったのにさ、ちょっと押されちゃったもん、アッキーに。シドさん優しい。意外ね。
ぶつけてきたら怒るけど、お前はまだ弱いから。みんな弱いから。弱いから。次だね。私はどこの屋敷にいるんだ。毎回ね、そうなのよ、私バラエティ番組とか見るじゃん。そうでしたすすぎ1回だと匂いの元まで落ちきらない。4回はすすがないと。ジェルボールはすすぎ1回だと。友達とかじゃなくてない業者とかの方が言い方的に良かったわ、ね、何の話よこれ。見てサラサラ。アッキーが癖強すぎないよ。あれで洗っただけ。アロマジュエルは柔軟剤と比べて超吸水力、超香り持続。レノアアロマジュエル。勉強ですね、まだまだ。でもバラエティ番組があることでこういうところで、あ、私まだここがこうだなっていうところに気づけるので経験になりますね。はい、AKB48 のチーム4ユリコと村山ユリのファースト写真集が9月8日に発売になります。みんなチェックしてね。秋葉原の AKB48 はない。みんなわかるよね。いやでもね、中の選択肢にとって勝利は正解するのか。ケントさんに大量にいてますね。見てアッキー。お兄ちゃん、なんでケントさんですか。なんかこう一番リアルというか、もうやっぱアッキーはちょっと違うっていう。であのせいちゃんもなんかこうあどけない慣れてない感じを演じてるタイプの人かなっていう。演技じゃないか。はい。ずんちゃん。はい。まあちょっと控えめなところとか、テレビに慣れてないのかなって感じがして、あとスーツ着てるから一人、はい、なんか社長っぽいなって思いました。なるほどね。そしてスーツね。そりゃそうよ。なんなんその顔。そうですね。はい。なんなん。これ悔しいよ、アッキーさん。この方社長っておもろすぎんもん。いや、おもろすぎるだろう。参りましょう。本物のベンチャー社長には椅子から立ち上がってもらいます。これアッキーやったらすごいよ。果たして男を見る目があるメンバー誰なのか、それではお願いします。これはまあ分かりやすかったよね。すごいよ。奇跡起きてくれ、アッキーの奇跡。めっちゃ上手だね。めっちゃ上手だね。ああ、また死ぬやん。ぶつけてしまってすいませんでした。みんな分かるよな。ガッツあってよかったぜ。むしろ爪痕残しに来て絶対そう。アッキーだけ目的違うもん。どれだけ印象に残れるかみたいな。足が求めてるのが違うんだよね。日本の女性は世界でも CM 長いに短いと言われている。レノアオートルクススリープ 85% が睡眠環境をサポートしてくれたと実感。おやすみなさいのレノアオートルクス。車に乗るときはエアコンの匂いに注意。原因はエアコンの奥に繁殖したカビ。そこで車のファブリーズ、エアコン臭の原因となるカビの増殖を防ぐ。車のファブリーズ。みんな意外と分かってるんだね。この3人のうち本物のベンチャー社長は1人だけ。でもやっぱこんぐらい癖ないとね。お願いします。お願いします。社長やったらすごいよ。奇跡起きてくれ。アッキーの奇跡。逆にこんぐらいで来てほしいけどね、社長。どうださ。嘘。嘘。あれ。なんや。アッキーめっちゃ立ちすぎなんて。ケントさんでございました。うちゃってられてる。正解。そりゃそうよ。1億5000万円の会社の経営者です。すごい。いや、皆さん男を見る目あるじゃないですか。素晴らしい。ずんちゃん以外、ね、さあせいちゃん役者さんでした。役者さん、ね、役者さんでした。役者さん兼バンドマン、はい、おもろ。芸人になった方がいい。いやいやいや、
アッキーさん、あ、会社名何でしたっけ？デイロックジェネシス。やばしいわ。とにかくアッキーはちょっとできんでよ。さよならアッキー。はあ、おもろかった。いやちょっと悔しいですね。もうちょっとできたな私。あー悔しいな。どんな曲弾いてるんだろう、そこ気になる。いやでも今回私そんなに出てなかったな。うん、でもあそこのデートができたところでね、やっぱあれでしょうね。カットされてるとこもある。あ、私一応質問してたからそこカットされてるかも。そう、一応バラ持ってる人たちみんな質問タイムあったんで、でも多分私その後のなんだっけ、あそこで結構尺いただいてたからかにゃーん。うわ、何せ何聞いたっけな。でもね、年収を本当は聞きたかったんだけど、ミーヨンが先に聞いてて、あ、家賃かな。でも家賃ってさ、年収聞いちゃったらもういらなくない？家賃聞いたのよ。だから多分そう、家賃でもそれ聞くぐらいだったら年収とか年商とか聞いた方が分かりやすいから、それはまあ2個はいらないかなね。だいたいさ、そこにお金を費やせるってことはさ、どんぐらい稼いでるとか分かるかなみたいな。てか待って、次回予告のやつってさ放送されてるっけ？これ次回予告出る？まだまだです。暴露カーリング。あ、あった、次回。かわいい。あー、まろ。そうですね、カーリングですね。たたたた A と4ですね。次その次なんかあったっけ。
そうだね。もうちょっと待って、カーリンの結構前すぎてちょっと覚えてないな。どうだったっけな。チームフォートしたの覚えてるんやけど、暴露するネタっていっぱいあるものな。いや、あのね、めちゃくちゃメンバー絞り出してます。やっぱ暴露系とかって需要があるのか分かんないけど、やっぱ聞かれることが多くて、で大体まあバレてることが多いんだけど、でもチームが変わったり一緒にいるメンバーが変わったりとかすると、その子のこういうところあるんだみたいなネタが出てきたりとか、エピソードが出てきたりとかするんで、そういう新エピソード、あのトムの暴露も私させてもらったんだけど、それも本当最近の話だったんで、その収録の時のだ、そういう暴露っていうのはやっぱ新しいのをすることが多いかな。そう、マジで忘れちゃった私何、ちょっと覚えてないので、皆さん次の放送を楽しみに。そうだね、やっぱりだからなるべく私メンバーと過ごすことが多いですね、普段。やっぱそういうエピソードとかもあるし、なんかの時に、あ、このメンバーこういうことしてましたよって言えたりするから、そういう意味ではやっぱメンバーとプライベートも過ごしとった方がそういう時に生きてくるよね。そうだね、メンバーの家泊まったりとか。やけん最近で言ったらやっぱサホ、トム、オンちゃん、オリン、そこら辺の裏話とかは出やすいかもな。あとゆかり、誰やろか。そうね、17期生、そう、エリタンがね、唯一私のことを推しメンと言ってくれた子がツイッター始めててフォローもしてくれてたので、ちょっと私なりに宣伝させてもらいました。エリちゃんのこともフォローしてあげてねネガ芸人、そうなんだよね、笑いに対しての欲がすごいんだよな。だからライバル的な人がいたときに、絶対あの子よりも私の方が笑い取ってやるみたいな、可愛さとかそういうのじゃなくて笑いだったんだよね。おもろかったよ千織って言ってもらえるかどうかだったな毎回。いや松茸もらう、いや、エリちゃんが言ってくれたからね、待ってるよって言っただけで。後輩に、しかもすごい後輩に松茸あげたいですみたいな言われることなさすぎてさ、 おもろーと思って。シェリーさんにとっての褒め言葉、おもろいが一番ですか。そうだね、バラエティ番組を見た感想とかは面白かったかな、可愛かったじゃなくて。そう、メンバー人気はね我ながらあると思うよ。我ながらメンバー人気はね我の流れであると思いますけれども、やっぱな、そばにいればいるほど伝わるんかな魅力っていうのは。私はこう画面越しじゃ多分さあれなんだろうね。悲しい、
バラエティーパイセンが息抜けてから負担が多いけど頑張ってほしい。でもね、私は逆にラッキーって思って頑張ってます。そのバラエティの先輩方いたらさ、やっぱりその先輩方、私にはない面白さだったり、ズバ抜けてる語彙力だったりツッコミだったり、っていうものを持ってる先輩たちが多かったから、学べる分向上心とかもあったし、それはそれで良かったんだけど、負担というよりも、おっしゃその分中央に仕事が降り注ぐぞっていう気持ちの方が、てかそういう気持ちでいます。にやり。ね、楽しみみーちゃんがいつもね、いいパスをしてくれるんでね、ありがたいです。ね、バラエティ班と呼ばれる人たちが今そんないないもんで、だから私は中西会のメンバーを育てたいなって思ってるけど、センスあるしね、みんなおもろいんよ。今ね、編集中なのでみんなちょっと見てほしいんだけど、そうそう、1時間はね配信したいなって思ってて、何分から始めましたっけ。ねえねえ、水着の写真さあ、まだあるんだけど載せていいかな。それか明日。嬉しいことにさ、女の子からのいいねがめっちゃ来てる。メンバーだったり、舞台で共演した女の子とか、あとダンスの先生とか。16分か、じゃあ16分まで配信します。ね、嬉しいよね。
毎回毛利さん見に来てるのいるよ。だってなんか YouTube 回しても裏側の YouTube 配信っていうのもなんかねショールームで見れるんで、皆さん見てくださいね。そちらにもちょこちょこ映ってたりするので、ぜひそちらも見てください。調べたら出てくると思います。そうだから毎回いますよ毛利さん。あ、そうそう、楽屋インタビューとかね、いろいろあるんだよ。うん、意外とねそこのね裏側とかもね見れたりするので、お楽しみに。水着写真どんどん載せてくださいだって。でも今の時間ちょっと遅いよな。載せる、金曜日だしありか。なんで水着の写真になるといいねとコメントが増えるわけ。じゃあちょっと投稿しようかしら。投稿しようかな今。いい？いいねしない方、した方がいいに決まっとる。毎回こんぐらいいいねしてくれ。じゃあのーせよ。Sure。サマちゃん。まあいいでしょう。抵抗がある。抵抗があるんですよね。なんか水着の写真載せるっていうのが。あんまね、好きじゃないんですよね。なんか体出す写真。ちょっと、なんじゃろ。ちょっとなんじゃろ。ひなこマジで早い。最後まで見てね。チュンマーいるよ。チュンマーをね最初にしてもよかったんだけどな。そうなんかさ、バラエティとかやっちゃってるとさ、なんか水着とかそうね、なんかしなんか、なんか痒くなんだよね。乗せたいなみたいな、映えたら
載せたいなーっていう感じにはなるんだけど、パッて見た時になんか私がなんか載せてるのなんかちょっとむずがゆいな。でもまあ写真的には映えてるしなと思って、インスタには載せてますが、ツイッターには載せてないかな。そう、一応アイドルだからさ、ファンのみんながいろんなチオリを見たいって言うから、まあ夏水着も買ったし、うんー、いっかーと思って。いや、全部にね笑いが欲しいわけじゃないんだけど、なんかそういうことをしてない自分がいるから、なんかちょっと慣れてないってことかな。そうそう、慣れてない。水着の写真を人に見せることに慣れてない、それだ。慣れてしまえばいいんだけど、ちょっと慣れてないからちょっとムズが良くなっちゃうんだ。へいへい、まあ夏だからいいんですよ。しかもインスタだし。インスタだしね。なので皆さん、インスタ今投稿したので見てください。どうですか？写真一つな、写真じゃない、携帯一つだね。中西会の動画はお楽しみにください。お楽しみにしていてください。いいねしてきたよ、ありがとう。みんないいねしてきてね。いいねとコメントお待ちしております。いいでしたよ、だって。ありがとうね。いいねいっぱいしろ、コメントもいっぱいしろ。あ、そうだね。じゃあ、終わりにしようかしらね。もう時間経ったよね。
でもこの水着マジで可愛くない？可愛いんですよ。よし、じゃあランキング発表していこうかしら。ちょっと待ってね、13位ニシケン、12位ネコトラメン@水着美少女チアリ、11位シュートブワーン、10位アトマアキラ、9位コナシー、8位ノエ、7位マイコル、6位ベロニカ、5位サトルオカダ、4位ゴルゴンゾーラ、そして3位です。こちらからプレゼントがございます。ドルドルドルドーバン、ボブ@平和主義チアリファーストの回、パチパチパチ。そして2位、ブブブブブブー、異常時光る後中西社会。そして1位、ブブブブー、ミーク&チオリ&ユイリオシです。おめー。上位3名の方にはチオリ直筆のサインと全員集合の写真が送られます。おめでとうございます。おめでとうございます。パチ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 。ありがとうございますね、皆様見てくださって。ほぼ連続配信しちゃってなんかあれですけれども、多分一時もうないのかな、多分連続で私やらせていただいてるので一時ないと思われます。なのでこの上位3名の方おめでとうございます。ああーなんだよ、充電できてなかったね。充電できました。ということなので皆さん今回は見てくださってありがとうございます。あとはもうゲリラ配信みたいな感じになると思うのであれですけれども、ぜひ楽しみに待っといてください。もうね22時半とかの時間なので皆さんゆっくり休んでください。ねまた見に来てね、ここで見てくれてる人たちも。オンラインお話し会もぜひぜひお待ちしておりますので。10月か、10月だね。ちょっとハロウィン、コスプレとかあんま好きじゃないんだけど、やろうかな。やろうかな、コスプレ。何がいいかな、やるなら。なんかやってほしいのあったら言ってくださいね。みんながやってって言うならやろうかな。みんながやってほしいって言うならやろうかな。何のコスプレがいいですか。何のコスプレがいいか言ってください。
かあるかな、ドンキで売ってんのかな。コスプレってさ、ドンキ、ドンキかな。セクシーなコスプレだったらバンされない？じゃあ待って、どうしようかな。10月29と10月30もやる？来てくれるんならやるけど。じゃあみんな来てくれるんですね。10月29、30。来てくれるということでよろしいでしょうか。それだったら頑張ってやろうかな。みんなしてほしいやつなんか送って、これがいい。あの疎いので、あのなんていうの、そういうコスプレに来てくれってお願いされたらいやいや着るけど、お願いって言われたらさ着るよね。何がやってんだ今。でもさ、30だけでもいいんだけど、29で30いけないよっていう人もいるじゃん。だったらもう29と30やろうかなって。アーニャのコスプレ売ってる。出るかしら。本気のゾンビメイクしようかな。コスプレ借りるのもありだね。誰か持ってるかな。だってさ、コスプレなんてその日しかさ着ないじゃん。ってなったら借りた方が。え、バンされたん？アーニャのコスプレで？なんで？あ、著作権かな。ちょっと本当に分かんないからさ、みんな送ってもらっていい？チャイナドレス誰か借りようかな。
誰か持ってる？あーやっぱアニメ系ダメなんだね。誰かに借りよう。トムとか持ってないかな。アニメ系がダメなのか。意外とコスプレさ調達するの難しくない？誰が持ってたっけな。誰が持ってたっけ。サッホー持ってたっけな。オンちゃんとか持ってっかな。でもオンちゃんの服着れる。あ、ユーナに借りよっかな。今ユーナに聞いちゃった。うん。じゃあちょっともしかしたら何かしらのコスプレをお借りして着ることになるかもです。どっちの日に何を着るかはまだ決めていませんが、だからみんな29、30待ってね。ということで여러분오늘까지끝났습니다자이제안녕皆さん見てくれてありがとうございます。いきなり皆さん見てくれてありがとうございました。そして上位3名のおめでとうございます。ちかへインスタに新たな水着を載せたので見てください。はい、皆さん見てくれてありがとうございました。またゆっくり TVer とか Hulu で見てくださいね。さよなら毛利さん。じゃあね、皆さん見てくれてありがとう。おやすみ、いい夜を。また明日とかできるかな。明日とかあのゲリラ配信になりますのでフォローの方よろしくお願いします。じゃあねー。おやすみー。バイビー。